先日、ウニ新作に向けてトレモをしていたところ、今まで普通にできていた基礎コンが急にできなくなり、それどころか今まで自分が昇竜をどう打っていたのかすらもわからなくなってしまいました。ストレッチなどもしてみましたが、効果がありませんでした。なんとかならないものでしょうか。よろしくお願いします。何？はぁはぁはぁ。今までできていたのが急にできなくなってしまった。イップス。確かに。イップスか。イップスなのかもしんねえ、これは。急に迷っちゃうやつか。いや、でもどうなんだろうね。どれぐらいやってたかっていう話にもよる気がするよね。例えば、アンダーナイト新作が発表されました、つって、例えばね、今までやってなかったけど、ウニを買いました、格ゲー始めてみました、一週間ぐらいやりましたと。で、目が覚めたら急にできなくなっていた。これはね、まだある気がするわ。一週間ぐらいじゃ、まあ、まだある気がする。その筋肉になってね、かなって思います。器官的にも量的にも。まだ頭で考えちゃってる可能性はあるな。だから、何かのきっかけで急にできなくなるのがギリギリありそうな感じはしないでもない。あ、ストレッチもらった。はい、ストレッチします。ありがとうございます。これをもらうことで私は健康体を維持できる。そうそうそう。マッスルメモリーがね、まだ刻まれていない可能性があります。この話はね、定期的にしていきたいんですけど、よーくやり込んだ格闘ゲームは、10年ぐらい経っても、ワンクレ入れるとできるんですよ。何一つ覚えてないんだよね。何一つ覚えてなくて、コンボレシピとかでき、書けないんですよ。何も覚えてないの。コマンドすら覚えてないの。波動ってなんだっけみたいになるんだけど、ラウンド1ファイトってキャラ動き出した瞬間に操作できるんですよ。これね、マッスルメモリーです。この状態になっていれば、基本的には、急にできなくなるとかはないと思う。むしろ急にできるようになる。何も覚えてねえよ、このゲーム。最後にやったの何年前だよ、つって普通に対戦でもクソ難しいコンボやるみたいなね。で、まあ、これは極端な例ではあるんですけど、今現在進行形でね、格ゲー上手い人がやってる人がいたとして、その人にコンボレシピ書いてっつってコンボレシピ書いてもらうと、すんげー間違ってることがありますね。抜け落ちてたり、そもそも変なレシピだったり、あれごめん、レシピだとちょっと書けないかもみたいな。いつもやってるコンボ書くだけだよ。いや、ちょっとよくわかんねえなみたいな。マジでいる、これは。なんでかっていうと頭で覚えてるわけではないからですね。完全に体で覚えちゃってるんで、書き出そうとすると書けないやつです。そう、いつもやってる動作を書き出すのすごい難しくて、例えばさ、自転車の乗り方とかって書けないじゃん。自転車の乗り方書いてって言って、じゃあ、足を上げてまたぐ？いやいや、先に鍵をロック外すところからでしょっつってさ、書き出そうとすると書けないじゃん。それと同じ。なんか何も考えないでやってるから、そういう域になってる人は、こうなりがちですね。っていう感じで、それぐらいやると、こういう現象って起きにくくなるんじゃないのかなって思います。まあ、ぜひ、そんな感じで、いっぱいやってみてください。とにかくいっぱいやるのが大事。で、考えながらやるっていうよりはね、こう、何も意識しないでもできるようになってるといいんじゃないかなって思うので、目閉じててやったり音消してやったり、トレモ対戦いろんなのでやったりするといいんじゃないかなって思います。こんな感じです。お便りいただきありがとうございます。